では皆さんこんばんは。普段はねいつも大阪のライブハウスとかでやってるんですけど、我々スペースシャトルと言います。こいつといつも2人で回ってで、今日は東京のこの浅草公会堂でちょっとやらしてもらおうかなと思ってます。はい。ピックいるかどうか俺に聞くなお前。こんなんばっかり言ってるんですよ。だからいつも2人漫才師みたいな言われるんですけどね。別に漫才なんでもないんですよ。関西人2人呼べば漫才師ですよ、本当。はい。ウィーン、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 ウィーンやないね。そんなんええから。ウィーンとかね、ウィーンとかええねんほんま。今日ね、いろいろ YouTube とかで。皆さん見たことあると思いますけども、いつもやってるその、ブルースの、リズムに乗せて、私が、好きなことを言うていくというようなことなの、ピョンとかいらんから、ピョンとか MC に合わせてピョンとかいらんから、そういうの俺はやめていこうって言うて、もうこいつもいつももうハイボールばっかり飲んで、もう今頭もハイになってますけども、キャンって言ういらんねや。ええかな。じゃあちょっとブルースやりますわ。ほな行こうか。ワン、ツー、スリー、フォー。今日は東海道新幹線乗って東京から新大阪に行こうかな。まず東京駅の14番ホームからのぞみ23号新大阪駅乗ろう。新大阪駅やからやっぱりよう空いてるな。次7本で品川や。品川いた芸能人いっぱい乗ってくる。いっぱい乗ってくるで、サングラスして帽子かぶってマスクして、ああまた誰か乗ってきよった品川から。芸能人か席つきよったな。お、帽子取った、ゴラさん取った、マスク取った、お前誰やねんっていうやつがよう品川から乗ってきます。品川出て次15、6分で新横浜。新横浜言うたらやっぱりね、崎陽軒のシウマイ弁当やね。崎陽軒のシウマイ弁当、もう全国でも有名ですけど、崎陽軒のシウマイ弁当パラッと開けたらまずシウマイ入ってるわね。ほいで謎の魚が入ってる。そして油の回った唐揚げ、そしてペラペラのかまぼこ、そしてサイコロ台に切ったタケノコ。あとその中でももう一つようわからんのがねあるんよ、おかずの中でね。パカッと開けたらあんずいらんやろあんずが好きやいう不安にいっぺんおってみたいけど、さあ新横浜も過ぎて次小田原やけど、その間にスジャータのアイスクリームでも買おうかな。すいません、アイスクリームください。290円です。はい、290円、こちらどうぞ。ありがとう。さあ食べよう。カッチカチやな。食べ頃が分かれへん、食べ頃が分かれへんぞ。ええか、とりあえず置いとけ。小田原行って、そっから熱海行って、三島行って、それから新富士や。新富士で右見たら終わりか。まだ新大阪ついてんからな右見たら富士山や。富士山見ながらずーっと進んでいって、静岡越えて次が掛川や。さあぼちぼちええかな。アイスクリーム食べてみよう。さあどうかな。蓋開けてだいぶ汗かいてきてるわ。食べ頃ちゃうか。カチカチやないかい。まだカチカチやないかい。でそのまま進んでいって掛川、かけがら、これから浜松、おいで豊橋、おいで三河安城へ。で、三河安城を越えたあたりで、間もなく名古屋です。ただいま三河安城を定刻通り通過しました。名古屋まで8分です。へえ、なるほどな。その告知いらんやろ。聞かされて同棲中に。ほいで名古屋着いて、その次が岐阜羽柴米原。俺この2つの駅はいらんと思ってるあれは大きな政治の力が動いてると思うんやね。ほいであとは次京都着いたら、京さんホームにおるわ、中国人が観光で来てんねやろね。これね、新大阪もうすぐ着くわ。新大阪行く前にトイレ行っとこありがとう、お気に。新大阪おりましたわ。新大阪降りて、アイスクリームくん忘れてたまあええかということでね、終わり。あんまり長々やるとみんなこの後予定あると思うし、お気に。 Thank you